ヒヨウギ。ヒとは、宮中で用いられた木製の扇のこと。ヒヨとも表記する。女性の用いるものは特に、アコメ扇とも呼ぶ。紙製のセンス、川堀、川、堀はここから派生し、ヒヨウを略したものとして普段使いに使われた。古墳時代、中国から日本に、うちわの原型である、影、差し場が輸入され、 宮中で鬼神の顔をかざす目的で使われるようになった。これは丸い枠に絹を張って、長い柄を通したもので折りたたみ式の扇とは違って、持ち運びに適していなかった。非扇が発明されたと考えられているのは、奈良時代の終わりから平安時代の初めにかけてとなる。儀式次第などの覚書を木簡に書いて持ち運ぶ。必要があった役人たちによって考案されたものでは、 以下という説が有力である。重要文化財の指定を受けている身武家伝来の中世の二役の批奥義には、それぞれ春日行行の儀式次第と、代理上等の儀式次第が描き付けられている。また、平城旧石東方宮話から、木釘や紐で用を止めた十二役の批奥義が出土しており、こちらには手習いの文字などらしき墨の跡が残されている。現存最古の批技は、 平常系出土品であり、伝製品としては、当時の千珠観音像の補修作業中に発見された、元行元年、八百七十七年の氷汚儀が、最古である。日の木の薄い灯洋で留めて、板の上部を紐で補強し折りたたみ可能にした扇。洋の留め具は、本来和紙の紙よりを使っていたが、現在は、木組や金具を使う。洋には補強、装飾の目的で、金。 銀、白銅などで作った蝶や鳥の形の飾り金具を被せた。正目に引かれた一枚の板を端で数え、八強を持って一重とした。ただし、老人、若年者及び子供用は板目に引く。平安時代の遺品は板が細い代わりに板の重なりが小さいので、軽量で大きく開くのに対し、金世のものは板の半分ほどが重なっている。 金世の男物や横目線では板の三分の一ほどしか開かないものもある。これは男性用は大きく開いて持つ必要がなかったことによる。また、交渉によると重なりの大きな閉じ方は難しいので職人の技術を誇示する意味もあったという。板の厚さは対象。昭和大霊の遺品では用の近くが薄く先に行くほど厚くしている。現在は斜めに。 カンナがけする技術がないので、作成不能である。平成の大礼の非用儀は、大変に分厚い。成人男性用の場合は三え白いととじ、女性の場合は五十色いととじの奥義を用いたが、偶数を嫌って、実際は一強分減らしたり増やすなどして奇数に、していた。宮中行事の時、複雑な式での作法などをメモする、目的で用いられたとも言うが、女性の場合は、 他人の視線からとっさに顔を隠す場合に重宝した。現在も用いられる女性用の非奥義は、金彩や古墳、紅、六章などで、吉祥画を描き、六色の紐を両端に、二が結びして、松や梅、立花を含むことも、の増花を飾り付けた、美しいものである。現在、皇族女性は、一律に三十九経の日の機材の正目引きの奥義に、 松と梅の糸花、剣士を使った造花を飾り六色の糸で閉じたものを用いている。詳細は口述。ひお義には、宮中での必需品だけに、様々な取扱いの作法があった。現代人が扇子を持つときついつい用を持ってしまうが、ひお義は用を持たないのが正式な作法である。広げて持つときは、用の少し上を持ち、閉じてからは、 片手で中心より根元よりの部分を軽く持ち、もう一方の手を下から先の部分に添える。平安時代の持ち方を正式に記す資料はないが、絵巻では大抵片手でように近いところを持って胸から顔に近い高さにかざしている。手は右手左手両例が認められる。男子の非奥義は閉じて右手に持つか、懐中する場合が多いようである。 近世では、女子の非義は開いて顔を隠すのに用いて、大影、大かざしと称し、男の子供用の横目線、板めの扇は閉じて6色の荷飾り、飾り紐を巻いて、用いるのが決まりであったが、近代は女子も閉じて、荷飾りを巻いて、上術のような持ち方をすることになった。男子は右手に持ち、先を少し下に下げるか回中し、座るときは、座前に置く場合もあった。 横目線も右手に持つ。現代は、成人女性の持つ、正さめ引きの非義ばかり見かけるが、平安時代は、糸目引きの小ぶりで、家長を描いた子供用の非義や、無地の若年男性用、老人用の義も存在した。基本的に後位の貴族は14から15歳で、成人し、40歳以上で老人とみなされる。後位になればなるほど人年齢より、 大人っぽいものを使った。男女共に、子供用は、痛め引きで色糸ととの金令などで絵が描かれたもの。女性用は、まさ引きの絵がある、色糸ととのもの。男性用は、まさ引きの白き白糸ととのもの。老人用は、男女共に、子供用と同じ、痛め引きで白糸とと絵を描かないものを用いる。二個、王女の出産が迫ると、火に使える女房たちは、 噛み上げして白ずくめの衣装を着る。その際、氷揚げも、白銅の飾り金具を使い白糸で綴ったものを使う。洗面の絵も普段のくれない、金礼、六章、愛などの派手なものでなく、五分と銀礼のみの絵である。通常は二十五強からなり、日の木まさめ剤によって作られる。とじ糸は白を一本使用。五以上は親骨に飾りをつける。 これは元来白い土じ糸の余りを花などの形にして、貼ったものとも言うが、金星では白ひらぎぬ、歯豚絵などもかに、白糸で家紋の形を縫った。土じ糸による、一筆書き風にはできないが、糸による線で紋を描くため、極力糸を生地にくぐらせないで留めていく、おけ紋の方を使う。なお若い人はこの家紋の周辺に唐草を貼り付け、長飾りと称した。老人は、 一切おけモを使用しない。六位以下は、門は張らない。天皇は、菊花紋章をおけモにして40歳頃未満は、長飾りをつける。以後は聞くのみ。こうした式きりの根幹は、鎌倉時代後期には成立していた。鎌倉時代にはさらに略式の23教の奥義も、あった。古い遺品は、京都大学に、儀式次第を牧書した、中世のものが残る。近代は、 天皇は年齢にかかわらず、長飾り付きの菊の桶、門、皇族は菊のみ、即位での進化のうち、創人間、高等間以上は57切り、伊勢神宮では、羊が用いられた。年齢による差はない。要は原則として、神寄りによるもっと色目、四つ目に結ぶ。現在では、平戸目が多いが、近世では、僧侶の奥義など二例がある。なお特例として、 金世の天皇の神事用の扇がある。白木二十五鏡で白荷飾りがつき、銀の蝶々金具を用に付ける。おけもんや糸花はない。閉じて、荷飾りを巻いて懐中する、旧二五福木ほか。また、僧侶の非扇木は宗派により、形式の違うものが使用された。白木で揚げ巻き、揚げ巻き結びの飾りの付いたもの、病用に使うものなどが多い。 ヒノキマサメ材。通常二十五強。天皇や大臣などの交換に例がある。とじ糸は、白は普通。もっと糸目も白。白いオケモンを貼る。老人は貼らない。基本的には、白木線同様であるが、ヒノキを吸おうという線量で真紅に染める。これも中世には用いられた。また、紫線や赤色イコールズ王線は即位の時礼服に、 懐中して用いられたようである。現在は天皇がお引き直しごろもに使用するだけである。おけもんは菊の長飾り。このほか老人が香染め、長寿による茶色の扇を使用するなどの特例が中世にあり、その一部は近世にも復古的に行われたかと思えれる。次いため、横目材。三経二十五教。近世の山品流では十五教で。 杉の糸まさき、キメの濃いまさめが、盛んに使用された。また親骨のみ痛めであとは、まさめの例もあるが、これらは筆胸痛めが割れやすいからである。痛めは、キメの美しさを楽しむ点で、装飾的であり、ヒノキより、黒みの強い杉が好まれた理由もここにある。したがって、横目線は、女子の扇のように白い下地を塗ることはない。 横目線はまた泥絵線とも言うように彩色画を伴った。金星の山品流は、国彩色で縁取りした金の源氏雲を描き、金は、泥絵具、白ともに霊がある。山品流の女子用は雲に金銀を用いるが、横目線は、金一色、シツルにはと大松を描き、松の根元の丘には笹を描き、左に、群青色の水を配し、水には、銀霊で、寒税水。 波を描き、中に緑色の亀を描く。これは定番で、山品流では、松のおおよその枝ぶり、鶴の向きまで固定していた。高倉流は自由度が高く、松に椿、松や梅や鶴などの祝いの図柄を適宜安培する。また、両流の拘束によらないかと思われる、中間形式の異例も多い。理面はやはり、源氏雲を描き、五色程度の線描で、 蝶々を密に描く。洋の金具は表に蝶、裏に鳥を排することが多いが、一方が、梅の例も多く、これらのすべてが候補と断定できない以上、こうした例もあったかもしれない。近藤金具である。洋を菊木くぎで固定した後、秒で用に刺してあることが多く、比較的簡単に抜けてしまうこともある。閉じ糸は、くれない時の二色の糸で閉じる。荷飾りは、 山品流はくれない。緑、黄、紫、白、薄紅の六色。二名結びを二段作り、一段目と二段目の間で、隣り合う紐同士を引っ掛けてばらつかないようにする。これらの紐は六本を並べて、先を下に折って、閉じ糸で強く巻き、結んで固定する。金具などで留めるのは、正しくない。山品流以外では薄紅を除く五色ということもあり。 5色もしくは6色を各2本使うものも多く、その中には高倉家の特色を強く示すものもあるので、高倉流では2本ずつという方法もあったかもしれない。稀に舟結びの間に揚げ巻き結びを作るものも見かけるほか、舟結びにはせずに梅花型の花結びを作るだけのものもある。この他にも色々なバリエーションがあり、山品流の固定性とは対照的である。 山品流横目線の使用は協定引きに詳しく、山品流の典型的な遺品は巨物として伝存する。糸花は山品流では梅と松。梅は紅白薄紅の三色で、花と蕾それぞれの数にも決まりがあるという徹底ぶりであった。糸花は寄りのない木糸性。松は木犬の二つ折りの両端を見せたボンボン。梅は二つ折りの輪の方を使い、 梅の額の部分以外一切絹の折り字は用いない。梅には黄色いしべがあった。帽子を細く切って作るようである。枝は針金で、寄りのない木糸を巻いて、表面を隠す。枝の下ばばばになっており、これを赤い絹の寄り糸で、荷が飾りの上端の元に向けて折って、閉じ糸で縛られところでできる輪状の部分の中に、通す。赤い糸は少し余裕を持たせ、 糸花が、ブラブラ揺れるのが良いとされた。高倉流では、宮中に収める場合など、普通は、松と立花のみだが、旧義後復帰、徳川家将、後の家貞に収めたものは、女子用のように松梅立花の三種とした、有色文化研究所蔵長新美化へ。糸花は、松梅立花の他はあまり見かけない。横目線は、陰性期の文献には見られる。糸花は、 横目線でなく白地の扇ながら幼い皇太子の扇子に松の飾りがあるという上級2年1220年の記録玉髄があり鎌倉時代中期頃より文献で二名飾りが確認できる装束式目章。中世には横目線の基本的要素は出揃う。絵も山品流のような極端な固定は近世以後だが古くから祝い物が用いられたから 松や鶴は古い。また松と、椿は、五佐賀天皇即位にまつわる伝承から、祝いのものとされ、三人神皇、昭皇天皇元服、国学院所蔵高倉家文書や足利、が、吉持元服の木に見られ、近世も、徳川家小元服ほかしばしば使用された例がある、有色文化研究所蔵調審美会見本。古い遺品は、京都大学に、 身武家伝来の鎌倉時代前期のものがある。木目を波に見立て、小さな松の小島を描いて、六章を塗り、上空に鶴が群れ飛ぶという図で、源氏雲はない。裏は、群青と六章で、蝶々を描く。こちらも、無論源氏雲はない近世の横目線は、天皇、親皇、公家の子息のほか、小ど練りなど、同業の飯具、従者も使用した。 金星のカモサイ氏の装束資料などから知られる。クゲの原服に必須であったから、遺品も多く、時に、蘇生品を見かけるのは、メッシグ書用品なのかもしれない。また、浄土新州系の寺院では、クゲの娘を内室に持つ寺主の子息が使用したことも、あった。骨董オークションでも、金星の横目線らしいものはよく売りに出る。また、冷静系の遺品は、 写真でいろいろな本に掲載される。もちろん、魚物にもいくつかの遺品がある。なお、皇太子が用いてならない道理はないはずだが、実際には、皇太子は多く皇絶の赤色線もしくは、五分地線を使用した。天皇と皇太子が使用する。巣王染日の木十五経。近霊で表に昇格を描き、裏に、蝶々を描く。荷飾りは巣王もしくは紫一色。 六色などの例がある。糸花は松の実。金具は近藤の蝶々。金星の遺品は巨物として伝存する五福五目六。近代では、広人神皇、昭和天皇立太子に際し、二名飾り六色の赤色線が調信されたが、戦後の昭人神皇、近上天皇立太子以後は例がないらしい。皇太子の所要、五分。 白色顔料塗り二十五鏡。絵は、横目線の表と同じ源氏雲と昇格水亀笹の絵を極彩色で描く。なお理面も同じ絵を描いたとされ、蝶々ではなかったらしい。荷飾りは六色。糸花は松。金具は、近道の蝶々。金星の遺品は、巨物として伝存する、五福五目六。上級年間に東遇。 後の中京天皇が着古に際して使用したという、金世のものは、その記録による最高である。古い遺品は見当たらないが、五福島神社の小型表記は、五分地の上表裏ともほぼ同じへあるなど記録によく、叶うことが注目され、これと同様の品だった可能性が高い。なお、近年は、女子皇族も横目線を使用するようであるが、和宮のは、 チャッコの木に三十八強の扇を使用しており、おそらく横目線ではなかったであろう。また行行に断層で区分する、あずまは、も、幕末の例では、五分地の二十八強の扇を用いているので、近世には、女子は、横目線を用いないことが多かったのでは、い,いかと思う。大影、大風、し、日の木材三十八強もしくは三十九強。五分塗りでキララを引いたちに、 金銀二色の源氏雲と国際式の絵を描く。橋数は、皇族など高貴な女性は三十九教で、女官は三十八教が普通である。江戸時代には、十儀に際して女官が手に開き持って顔を隠したので、この名がある。近代以後は開かずに、二名色で巻いて用いるが、これは元来横目線の扱い方であった、新金門堂。図柄は、女帝。 五桜町天皇などは、霧鳳王で、旧義五福期、皇后も、使用例がある、東福門院所用品、霊漢寺像、英章交皇太后所用品、漁物。山品流では一般に勾配と竹を右に寄せて描き、左側に流水を配する図柄が多い、協定引き。この図柄は、皇后所用品にも例がある、英章皇太后所用品、漁物。山品流以外では、 様々な花の折り家が、三隣焼夫人、アリス川の宮吉子女王諸用品、徳川博物館蔵屋松に、鶴、毛都市江伝来品、アリス川折人氏親王女定層印諸用品などがある。戸じ糸は、通常紅白二式で、稲飾りの糸を戸じ糸で縛る。その詳細は、横目線の規定に同じで、六色、各一本が多いが、同色、各二本の遺品もしばしば見られる。 糸花は、山品流は、松と梅で、横目線に等しく、高倉流では、松梅立花の三種とする。要も、近藤の町長とすることは、横目線に等しい。現代は、皇族でも、平安小族を身につける機会は重要な儀式に、限られている。以下はその例。対象大霊に先立ち新たに、皇后、皇族、進化の区別の明確化が図られた。 以下の資料はその時のものである。なお、大正大礼より、前の女子皇族の婚礼用の非王儀は勾配、竹、流水の山品流の定番の図の非王儀であった。松にお長鳥は神聖である。女子皇族や家族、皇冠の夫人が用いた内儀ばかまについては、家族、皇冠夫人は、礼服の時は非王儀、通常服の時は、ぼんぼりという紙線を用いたが、女子皇族や、 宮中の女官は礼服であってもボンボリであったことが、大正、昭和大礼の資料から知られる。内木ばかまの時の非王義の詳細な仕様は決められていなかったが、遺品による限りほとんどが先に述べた山品流定番の図用である。糸花については、皇族用はくれない。薄紅、白の梅と松女官のものは、紅白梅と松が遺品で見られる。 高倉流の立花を加えたものは即位の大礼では用いられなかった。なおこれらの絵柄は大正天皇の即位礼に際して定められたもの。ただし婚礼には松、梅鶴なども使用した。このほか、内親王の着子の儀においても、内儀袴姿に実践を手にした姿の写真が公開される場合がある。神職が使用する表儀は男性用は、 日の規制25強のものが主流となっている。女性寝食も儀式などで非王義を使用する。16強無彩、色白紐付き、16強5分塗色彩へ6色紐付きなどを用いる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。